タジアムはスタンドからの熱気に包まれました。サポーターからの大声援がこれから始まる激闘を予感させます。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。実況は西岡明彦、解説にはジュビロ磐田の黄金期を支えた福西崇史さんもお迎えしています。これは熱戦になりそうですね。フレンドリーマッチとはいえ、この試合の解説を楽しみにしていました。どちらも特徴あるサッカーをするチームですから、何かやってくれるでしょう。期待して見ていきましょう。ドリブルで進んでいます。いえ、攻撃はここまで相手ボールになりました。アルフォンソ・デイビス、タックルでボールは外に出ました。相手のスローインです。入れば1点リード。決まった、先制ゴールです。かなり長い距離を走って一人で持ち込みました。フィニッシュまでこの選手の独壇場でしたね。ソフミケビン・デブライネ、クロース、ソン・フンミン、来たか、入った、ゴール。これで再び同点です。相手にリードを許しません。ペレ、ロドリゴ、テオ・エルナンデス、ここはドリブルで前に出ます。危ない場面でしたがカットしました。さあ味方も連動して動いてくる。フィニッシュまでは持ち込めず、ボールは相手チームへ渡りました。デブライネ、ソン・フンミン、エリック・カントナ、ベリンガム、華麗なテクニックです。ロドリゴ、エリック・カントナ、ここは通しません。キーパーに戻した。さあ前半はここまでですね。ハーフタイムです。さあキックオフで後半開始。レアルマドリーボールです。アクラフ・ハキミ、トニー・クロース、ロブパスで裏を狙います。サポートを使えそうです。決まれば勝ち越し。サイドからサイドへ、ゴール前です。ゴール。ここでまた1点リードです。ディフェンス側がスペースを与えすぎですね。こんな距離を走られる前に潰しておくべきでした。エル・ブランコは倒れたままなのか。マドリードの白い巨人が勝利を求めてキックオフを迎えます。ラファエル・レオン、ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。ここで勢いが止まってしまいました。カントナ、タックルが決まった。ボールを奪取しました。ボールをはっきりクリアしたい。このシュートにはキーパーが飛びついて反応しました。選手を交代するようです。あっと、これは危ない、クリアミスです。テオ・エルナンデス、ボールはクロースへ。ディフェンス落ち着いていました。ボールはピッチの外へ。コーナーキックです。選手の交代があるようです。
キーパーがコーナーをパンチング。これはフリーキックになりましたね。ラファエル・レオン、はたいて渡すこともできます。ディフェンスがうまく対応。アディショナルタイムに2分加えられます。ボールがラインを割りました。ゴールキックになります。ここでホイッスル。ホームチームの見事な勝利です。1点が明暗を分ける試合となりましたね。内容的には両チームにそれほど差はなかったと思います。何にせよこういう試合に勝つことができたのは自信につながりますよね。